悟空さんみたいに修行をつけてほしいんですか。修行？まあお前が誘ってくれるならやってもいいかな。フルパワード変身だ。覚悟しやがれ。触ったらどんな毛並みなんでしょう。破壊神候補としての力を審査していただきたい。破壊神としてやる気に満ちた様子、誰かに見習ってほしいものですね。なるほど、悟空さんにそっくりですね。悟空、誰のことだ。時間を操るのは重い罪になると知っていましたか。殺し屋に罪がどうとか言われてもな。過去や未来に行ったり時間を操るのは重い罪になると知っていましたか。すみません、でも俺の世界を救いたいんです。神殺しに時間跳躍、感心しませんね。神に罪を問うのか。全ては正義のためだ。ザマスさん、ちょっとやりすぎちゃいましたね。もう見逃せませんよ。天使に邪魔されるなど計算外だ。天使など知ったことか。この世界は我のものだ。ではこちらも天使という肩書きを忘れてお相手しましょうか。なんて冗談ですよ。さ、悟空さん、修行を始めますよ。今日も張り切っていきましょう。あ、よろしく頼むぜ、一さん。カップ麺を持ってきたぞ。これで修行をつけてくれるな。もう素晴らしい。もちろんですよ。修行を始めましょう。素晴らしい。あなたならきっとたどり着けますよ。身勝手の極意に。ああ、ここで物にしてみせる。身勝手の極意、この目で見ることができて嬉しいですよ。見るだけで満足しねえでくれよ、一様。今のオラの力がどの程度なんか、ウィス様に試してんだ。兄弟たちを思い出します。自分相手なら全力で戦ってもいいんですかね。ウィス、僕が寝ている間に地球で何か食べたね。まさかビルス様を差し置いてそんなこと。本格的なトレーニングを経て私はどこまで強くなったんでしょうね。おっほっほっ、さっき立つのはおやめなさい。遊んであげますから。少しは楽しませてくれよ。私に勝てたらスイーツを譲ってあげましょう。くー、この姿を見ても見えないとは。その度胸だけは褒めてやろう。触ったらどんな毛並みなんでしょう。ちょっとだけでいいかさ、オラと試合してくんねえかな。です。仕方ないな、ちょっとだけだぞ。よし、じゃあ行くかな。さあ見せてくれ、スーパーサイヤ人ゴッドの力を。うどれだけ強くなったか試してんだ。いかがにしねえでくれよ、ビル様。僕が本気を出しても楽しめそうじゃないか。時間を操るのは重罪だ。お前ら親子は破壊されても文句は言えんな。待ってください神様、裁くならこの俺だけを。なあ、お前のせいで第七宇宙の人間のレベルが低くなってんじゃないのか。まさか。多少怪奇なことはしましたが、
なんか退屈してるんだよね。君、運動に付き合ってくんない？リウス様、このような場所になぜ？お前、お菓子を作れるらしいな。僕に何か作ってみろよ。おい、おーい。偉そうなやつにはやらない。お腹にいた6人目は将来こうなるんだね。お腹？6人目？何のこと？やれやれ、僕の前に出てくるなんてバカだな。あなたが破壊しないから代わりに私が終わらせるのだ。愚かな人間の営みを。ザマス、よくないね。僕に隠れてこそこそと。破壊神ビルス、計画の邪魔をしに来たのか。貴様の存在が気に入らん。さっさと排除してしまおうか。自ら破壊されに来るなんて愚かだね。サイヤ人舐めてると痛い目見るぜ。覚悟しな。何？お前、僕が誰だか分かってんの？スーパーサイヤ人の私に挑もってのか？面白い。昼寝しようと思ってたのに邪魔しないでよ。破壊神としてのお力試させていただきたい。まあ、先輩としてちょっといいとこ見せちゃおうかな。ビルス様、どっちが強いか一勝負しようぜ。悟空とベジータが一緒になるとより一層生意気だね。二人まとめてお仕置きしてやる。フルパワーの変身だ。覚悟しやがれ。何その変身？もしかして舐めてるの？ん？破壊神っぽいけど誰だ？どこからどう見ても僕だな。ウィスのいたずらか？